懐も寂しい磯島へ、お腹が緩くて回数増える、ハゲしか寝たない残念な男、毎日毎日うざいポストをするパキポキです。はい、パキポキです。今日も一日お疲れ様です。お疲れ様です。今日は日曜日ということで、お休み最終日でございますね。お疲れ様でございます。ドドンということで、いかがお過ごしでしょうか。ちょっと曇り空になっておりますね、こちら。はい。雨が降った形跡ございます。はい。庭が濡れております。路面も濡れておりますが、今は、まあ、いつ雨降り出してもおかしくない状況ですね。大気の乱れということなんでしょうか。暑さも、まあ、まあ、暑いという感じですかね。はい。もう、峠は越した感じですか。はい。まあ、こんな感じで緩やかに秋に突入していくのかなとかって思うんですけどですね。あっという間ですね。もう8月も終わり、今度は9月ですよ。ねえ、もう夏休みもそろそろ終わる感じですかね。はい。結構各地皆さん旅行に行かれてる方が多かったんですけど、大丈夫コロナって結構またちょこちょこ今出てるよ。はい。なんか結構出てるとこ出てるらしいですね。はい。タイムラインはね、熱中症かコロナが分からん状態って言ってね、今言われておりますが、はい。まあ皆さんくれぐれも、めんどくさいでしょうけど、アルコールね、手洗いうがい、やっていっていただければと思います。はい。昨日からのスプーンっていうアプリを見つけまして、何でもこれちょっとこうラジオ的な、ものをこうアップできるというかポストできるというかね、はい、ということでちょっと登録してみたんですけど、はい、まあ宣伝も何もしませんので、はい、誰も聞くこともなくね、 YouTube でも聞かれず、スプーンでも聞かれずね、もうどこでも聞かれずということで、ただの一人ごとになっておりてね。もう残念でしょうがねえなっていう感じなんですけどですね。はい。まあ、どうでしょうか。もう来年でイソジーになるこのおっさんがね、頭もツルツルでハゲて、ねえ、もう、誰もこの夏はもう最悪な匂いを醸し出す。はい。雨降ったら足臭くなる。はい。そんなおっさんの話が、誰が聞くかっていう感じですかね。はい。もうやかましいわっていう感じですね。はい。まあ、こんな感じの風景なんでですね。やっぱり昔はですね、営業してたんですよ。今営業、まあ営業っちゃ営業もするのかなと思うんですけど、はい。してたんですね、営業ね。はい。で、パキパキよ、お前はちょっと、目がちょっと、あんまよろしくないと、ちょっと睨んだ感じになるから、ちょっと、まあ、印象が悪いよっていうことでですね。まず、目をつぶれ、歯茎を出せ。で、ピンポーンって、お客さんのところに行ったら、まず頭を下げておけって、ね、お前の潰しを見せるような感じで行け、とか言ってね、やってましたですね。はい。これね、旗から聞いたら、なんかこう、そうなんて感じがすると思うんですけど、意外とね、理にかなってました。はい。印象、第一印象っていうのは、なんていうか、最初の何十秒とかって言いますよね。はい。出会ってパッとこう、その何十秒かでもう決まってしまうとかって言ってたので、その何十秒かで自分がもう、目で殺していたっていうことなんで、だからそれを直しなさいと言われてそれやってました。はい。これもしあんた第一印象悪いねとかっていう方、まあちょっと営業の方になっちゃうかな
でも営業って言えるのかな、わかんないですけど、人とね、会うとき、特に初めて会う人とかはですね、やっぱ第一印象すごい大事なので、はい。だから常にこうニコニコしてる人でこう話しかけやすい人っていらっしゃるじゃないですか。はい。あの人たちはもう絶対ちょっとわからないと思うんですけど、もう逆にはこいつこっつ、こわっていう、ちょっとこう印象が最初悪い人、そういう方はね、これちょっとやっていただければと思うんですよね。はい。ピンポンをします。はい。で、目をつぶる。で、歯茎を出す。で、頭を下げておくって言ってみて、ガチャッと上げても、わかりますよね、ガチャッと開いたらですね。だから、でもおはようございますなんて、こんにちは、こんにちはって言って、で、スーッとゆっくり、顔を上げると、目を細めて歯茎を出せるおっさんもあるというね。すいません、私ギャグだと笑うかもしれませんが、意外とこれ、よかったです。はい、じゃあこの続きはまた後でーす。はい、バキバキさんのぼやき続きですということで、相も変わらず曇りでございますよ。はい、雨はとりあえず今のところは降ってないんですけど、今日日曜日なので車少ないね。はい、快速でございます。はい、皆さんお休みいかがお過ごしでしょうか。はぁ、どんな感じですか。はい、もうね、やっぱもう花火大会とかも各地終わってるのかな、もう夏祭りとかね、はい、もう終わってるんですかね。はい。なんかね、結構夏の終わりの花火って、ちょっとこう、寂しげじゃないですか。特に線香花火なんかね、あげちゃうと、はい、ちょっとこう、寂しいな、みたいな感じになるじゃないですか。うちの同僚がですね、秋の夕日がもう大嫌いなんですよね。まあ今年もちょっと64とかになるおっさんなんですけどね、もうじいさんとかってよく言ってますけど、いやいや、まだじいさんじゃないですよって言って、一応打ち消してるんですけどね、はい、まあじいさんがあるんですけど、まあ、その方がですね、はい、秋の夕焼け、普通なんかこう、夕焼けって皆さん神秘的だとか、こう、なんかこう、心安らぐから、いいよねとかっていう方いらっしゃるじゃないですか。ね、金曜ロードショーとかのエンディングとかね、まああれは結構寂しくなるかな。はい。サザエさんのエンディングと金曜ロードショーのエンディング、寂しいよねみたいな感じですけど、まあそんな感じなのかな。はい。ちょっと知らんけどって感じなんですけど。で、まあ夕方ぐらいになってくるとなんか、はぁー、どうしました？なんか、寂しいよねとか言って、寂しいって奥さんほどもっていう話なんですけど、ねえ、どの顔が寂しい言うとりますかって言ってね、まあ、こんなこうね、こと言ったらね、多分ぶち殺されると思うんでですね、らしいです。はい。まあ確かにもうね、結構8時ぐらいまで上がるかったですけど、だんだんやっぱり、ちょっと日が、落ちるのが早くなってきた感じがしますよね。はい。まあ、それだけ寂しいなる気持ちもわからんでもないが、はい。いや、わからんわ。はい。っていうことですね。まあ、そんなこと言うとりますけども。はい。さて、明日からまた1週間始まりますね。月曜日ですよ。さあ、頭切り替えていきましょう。や、サザエさん見たかな、どうかなっていう感じなんでしょうけどですね。はい。皆さんまた気合い入れて1週間乗り切って、ついに、もう9月間近ということなんですけど、台風がどうなんでしょうね。月末来るみたいですけどですね。はい。まあ、皆さん気をつけてお過ごし、遊ばせということで、今日はこんな感じで終わろうかと思います。お疲れ様です。てってみじー。